奴の位置をジョウスケ、お前が見つけるんだ。そしてお前が狙撃するんだ。なんすって。お前がやるしかないんだよ。奴の針が一発二発命中しても俺はクレイジーダイヤモンドに直してもらえる。だがジョウスケ、お前は自分自身を直せない。気合い入れろよジョウスケ。心の準備ってやつが。スタープラチナザワールド。見つけたか。やつは撃った直後に場所を移動してます。斜面横から回り込みながら近づいてみる。撃つ瞬間を見つけろ。撃つ瞬間、プレッシャー。いた、見えた。なんだと。やろう、俺がカースのを計算して岩で針を反射させたというのか。冗談ってやつか。翔太郎さん、俺を見てんじゃねえぜジョースケ。奴をしっかり狙え。攻撃してくるとき必ず仕留めろ。やばいぞ、弾は4発あるがチャンスはもうない。俺がもたついていると。行くぜジョースケ。いた、さっきと同じところだ。しかし体が岩に隠れてるぞ。くそ、奴がこっちを向いていれば。だがやるしかねえ。今あの小さな的に当てるしかねえ。急に闘志が湧いてきたぜ。やろう、必ず当ててやる。外しやがった。やはり見たんだ。外すと必ず見ると思ったよ。体をこっちへ向けて、今度は確実に狙えるぜ。最後は間抜けじゃなかったぜ。プレッシャーを跳ね返す男、東方ジョウスケと呼んでくれっす。音石明が招いたスタンドネズミ、人間が招いた自然破壊ってな感じで複雑な